ブランタ・サンドビチェンシス。ハワイガンは、長江モもカモカ過酷岩族に分類される鳥類。アメリカ合衆国固有種全長56から71センチメートル。翌朝酢27.2から37.8センチメートル。メス35から36.8センチメートル。頭部の歯衣は黒く、頬は褐色。頸部の歯衣は褐色で、黒い島が入る。 上面の歯衣は、暗褐色で、羽毛の外縁が単色。下面の歯衣は、灰褐色で、黒い斑紋が入る。腰やお歯は黒く、お化部の背面を覆う羽毛は白い。くちばしは黒い。交際は、暗褐色。孔子の皮膚は分厚く、これにより、足場の悪い溶岩地帯を歩行することに適している。跡の間には、水かきはあまり発達していない。孔子は黒い。 溶岩のある高地草原に生息する。植生は植物食で草、液化などを食べる。繁殖形態は卵性。地面のくぼみに巣を作る。3から5個の卵を産む。放卵期間は29日。ハワイ州の州庁に指定されている。生息地では食用とされることもあった。食用の卵核、人為的に入された犬、豚、ネズミによる被害などにより、 生息数は激減した。1960年に国際鳥類保護会議で国際保護庁に指定された。1960年から人口付加させた個体を国立公園などに再導入する試みが進められている。18から19世紀における生息数は2万5000は1951年における生息数は30%、百九十九年における 生息数は925羽と推定されている。1823年にはヨーロッパで飼育されるようになり、飼育下繁殖も成功していたが、その血統は1900年までにほぼ絶えたとされる。生息数が減少した後は1949年にハワイで1952年にイギリスで飼育下繁殖に成功した。1953年における、 飼育個体数は35は1977年における飼育個体数は585話以上。ありがとうございます。